宴席会場に向かうと、隅っこの方にある円卓に自分の席がポツンと用意されていた。のけものにしようとしているのがよくわかるあからさまな嫌がらせに、ちょんぼりと気を重たくした私。さらに席札には新郎である兄の字ではない字で、ブスは末席に座りなと書いてあった。一度だけではない、何度も何度もこんなのを受けてきたんだ。こんなことをする人が兄の嫁になるなんて。そんな時、ある一人の男性が私に声をかけてきてくれた。後で私のもとへとやってきた弁護士の兄は、この人はテレビにも多数出演している国際弁護士なんだ、と紹介してくれた。すると、その時兄のそばにいた兄嫁が表情を変えた。私の名前はカオル。幼い頃に母親を亡くし、父と兄の3人で暮らしていた。父さんは私たちの学費や生活費などを稼ぐためだと言って、夜遅くまで仕事をするようになった。きっと母さんを失った悲しみを紛らわすために、体を壊しかねない勢いで働いているんだと私と兄は思っていた。兄は母さんによく似て、顔立ちが美形。それに加え身長が高く、学業の成績も非常に良かった。それに比べて私は、美形とは言い難い顔立ち。父さんに似て愛嬌のある顔ではあるけれども、兄や母さんほどの魅力はなかった。それでも、兄と父さんは私のことをとても可愛がってくれた。小さい頃はどうしても兄と比べてしまい、自分の見た目がコンプレックスだったけれども、二人とも可愛い可愛いとよく褒めてくれていた。当時、家族で一人だけ女ということに少し孤独感を感じていたけれども、父さんも兄も私を大切に思ってくれているようで嬉しくなり、次第に自分の外見を気にしなくなっていった。私が高校3年生になる頃、兄は大学の法学部で勉強に追われる生活をしていた。ある日、下校途中に見た公園の桜吹雪を眺めながら、自分の将来について考えていた。そうして、花びらが残り数枚程度になったとき、そろそろ帰らなければと、春風のぬくもりを感じながら帰宅。父さんが倒れていた。父さん？父さん！思えば、その時私が上げた悲鳴は、まるで幸せの日常に突然入った亀裂の音。父子家庭で長い間無理して仕事をしていた父さんが、ついに体を壊してしまったんだと。急いで救急車を手配し、迅速な処置を行ってもらったのだけど、後遺症を免れることができなかった。自由が利かない体になった父さんの介護をどうするかという話を兄としたとき、私は迷わず自分に任せてほしいと言った。任せるって、俺だって父さんの面倒を見ることができるんだ。何も、カオルが一人で背負い込む必要がないじゃないか。お兄ちゃんは、私よりもずっと優秀だもん。だから、私の分まで勉強を頑張ってほしい。それに、私なら大丈夫だから。いつからでも勉強し直せるし。何を言ってるんだ。そんな自分を犠牲にするようなことは言わないでくれ。頼むから、本当に頼むからさ。いつもは優しい兄が初めて大声を出した。私は言葉を返すことができなかった。その後、私は高校を卒業してすぐに働き始めた。家で父さんの介護をしながら、空港近くにあるコーヒーショップでのアルバイトに励む日々を送るようになった。
それから、今までは家に帰った時に言われる言葉が、ただいまやおかえりからごめんなに変わってしまっていた。もう気にしなくていいよ、父さん。どうせ私、特にやりたいことがなかったし。嘘だ。カオルが外国語の勉強を熱心にしていることくらい、俺には分かっていた。本当は目指していたものがあったんじゃないのか。本当にないよ。語学の勉強は趣味程度だったし、熱心というほどでもなかったよ。本当に。ごめんな。はい、その言葉禁止。父さんは体を壊してしまうまで頑張って仕事をして、私たちを育ててくれたもの。私はしたくってやってるようなものだって、この前言ったばっかりだよ。そうだったな、カオル。次第に父はいつもありがとうということの方が多くなっていった。そんな日々が続く中、兄はどんどん元気を失っていった。どうしたの?と尋ねてみると、私に介護を押し付けているようで、申し訳ないと言った。なあ、カオル、勉強に集中できるように、父さんの介護を一手に引き受けてくれているのに申し訳ないんだけど、俺、やっぱり弁護士になるのはやめようかなって。どうして?あの日から4年。大学院に進んだ兄が急にそんな話を始めたものだから、私はとても驚いた。ちょうどその場には父さんもいた。だって、これじゃあまるで薫を犠牲にして俺が夢を叶えているようでさ。その罪悪感がすごくて、どうしても前に進む勇気が。容姿端麗の兄が塩らしく話している姿に、私は思わず笑ってしまった。そんなこと気にしてたの?らしくない。お兄ちゃんもお父さんも私の誇りなのよ。そんな二人を支えることができる今の生活、案外気に入ってるの。嘘だ。だってお前、語学の勉強を熱心にしていたじゃないか。お兄ちゃんって、見た目は母さんに似てるけど、中身は案外お父さんに似てるかもね。どういうことだ?疑問に思っている兄を見て、ベッドの上で横になっている父さんがにっこりとしていた。そうして、体を起こして兄に言った。ひろし、お前のことをこうして支えてくれる妹がいるんだ。この中途半端なところで諦めてしまうより、いっそのこと最後まで走り抜けてしまった方がいいだろう。けど、それに、俺も一人の父親として、ヒロシが夢を叶える姿を見たい。カオルもそう思うだろう。私は首を縦に振った。すると兄の目から涙が流れた。二人とも、俺にとって最高の家族だよ。そうだな。こうして作ってくれたチャンスだもんな。俺、頑張ってみるよ。もう、夢を諦めるなんてこと言わないでね。約束する。その息だぞ、ひろし。それからしばらくして、兄は一回目の司法試験を受けた。その頃の父さんは衰弱していて、元気に話すこともできなくなってしまっていた。いつ命の乏しみが消えるかわからない不安を抱えた状態で試験を受けに行った兄は、きっとすごくプレッシャーを感じていたのだろうと、私は父が横になっているベッドのそばで思った。そして後日、兄の合格を知らせる一応のハガキが家に届いた。玄関先で一発で合格してやったぞと、父さんがいる部屋まで聞こえる声で言っていた。やったよ、父さん、
お兄ちゃんがやってみせたよ。そう言って、私は父さんの方を見た。彼は眠るように目をつむって、静かに微笑んでいた。私はその時、声を出すことができなかった。出そうとしても出せない。言わなきゃ。ありがとうって言わなきゃダメなのに、声が出ない。父さん、俺、合格したよ。父さん？部屋まで来た兄の手から、はがきが舞い落ちた。そして、ゆっくりと父さんのそばへと歩み寄り、冷たくなっていくその手を握った。父さん、俺、夢への第一歩を踏み出せたよ。父さんとカオルのおかげで試験を突破することができたよ。本当にありがとう。俺たちの自慢の父さん。兄は私が言いたかったことも言ってくれた。その時、声が出ないことに対する焦りは消えた。そして安心するかのように長い眠りについた父の顔を見て、私は涙をあふれさせた。母のもとへと父が旅立っていったあの日から、兄は私に対して過保護になった。今まで苦労をかけた分、何でも願いを叶えてあげるぞ。気持ちは嬉しいけど、大丈夫だよ。いや、しかし、あ、そうだ、それなら、俺が一生カオルのことを養うっていうのはどうだ？そういうわけにもいかないでしょ？それに、その言葉はこれから出会う恋人に言ってあげてよ。なんだかこれじゃ俺がカオルからもらいっぱなしの状態だよな。軽い風の時でも、この世の終わりみたいな焦り方で看病をしてくれたり、すぐに美味しい店に連れて行こうとしてくれたりした。けれども、私にとって、兄が叶えた夢の先へと進んでいく姿を見ているだけで、十分満足だった。そんな私は、今まで続けてきたコーヒーショップの仕事を続けながら、収入を増やすべく在宅でできる仕事も始めていた。数年後、二人とも安定した高収入を得ることができるようになった頃に、兄が、会わせたい人がいると言ってきた。友人の紹介で出会った女性とのことで、結婚まで考えていると言ったものだから、私もその人のことが気になった。後日、顔合わせのためにと、3人でレストランで食事をすることになった。はじめまして、ひろしくんとお付き合いさせていただいている柏原里穂と申します。とても美しい女性だった。言動一つ一つに気品がある、お嬢様のような人だった。はじめまして、妹のカオルです。以後、よろしくお願いします。お願いいたしますね。非常ににこやかで、気さくな人だった。とても話しやすい人で、その一回の食事で彼女のことをいろいろと知ることができた。趣味や好きな食べ物、学生時代の話や今の暮らしのこと、そして実は兄と同い年だということも。里穂さんはとても美人ですよね。兄と並んで座るととても絵になります。兄の恋人が素敵な方でとても安心しました。ありがとうございます。これからも仲良くしてください。ええ、ぜひとも。この人となら気が合うかもしれないと思った。しかし、兄がお手洗いに行くと席を離れたその時、と、里穂さんが笑顔を崩して深いため息をついた。まったく、あんたみたいなブスがヒロシの妹なんてね、信じられない。え？あまりの表現っぷりに、私は驚いた。しかも、高卒なんですって？兄はあんなにも優秀なのに、
妹は不出来なようね。ほんと正反対で面白いわ。なんでそんなこと言うんですか？邪魔な姑も姑もいないから結婚するにはいい相手だと思ったんだけど、こんなこぶつきだったなんてね、聞いてないわよ。ちょっとさすがに言い過ぎですよ。何よ。っていうかあなたも大人なんだから、さっさと兄離れしたらどうかしら。それとも自分一人では暮らしていけないとでも言うの？まあ不出来な妹だものね、仕方ないわ。けどもう二度と私の前にその顔を見せないでちょうだい。毒舌の回るスピードの速さに圧倒された私は、彼女に言い返すことができなくなった。それから間もなくして兄が戻ってくると、里穂さんは途端ににこやかになった。先ほど見せた彼女の姿を知ってしまったから、私は里穂さんのことを恐ろしく感じた。だがそれを知らない兄は彼女に対して終始デレデレとしていた。その後、里穂さんは自分で顔を見せるなと言っておきながら、私のバイト先にまで来て暴言を吐いたり、わざとクレームを入れたりと嫌がらせをするようになった。店長は私の普段の働きぶりを知っているから、彼女が来た時は接客を代わってくれたり、何かあった時にすぐに代わってくれたりした。けれども彼女からの攻撃は店にいる時だけにとどまらず、家でも罵詈雑言を浴びせてくる。家に遊びに来た時なんか、兄がお使いを頼まれた時や手洗いに長くこもる時など、悪口を言いたい放題ぶつけてくる。あなたがいると気分が悪いわ。ひろしだってきっとあなたのような妹がいて恥ずかしいに違いない。お願いだからひろしと絶縁してよ。お断りします。はあ？兄の口から直接そう言われるまで私は絶縁などしません。何があっても。しつこい女ね、この。不服に思ったのか、そこから彼女は我を忘れたかのように私を罵り出した。そんな里穂さんに対してのストレスはどんどん膨れ上がっていくばかり。けれども兄が好きだという女性のこんな姿を教えてしまったら、きっと深く落ち込んでしまうかもしれない。そう考えるとなかなか兄にこのことを言うことができなかった。そんな状態の日々が続き、ついには二人の結婚の日程が正式に決まってしまった。当日の結婚式は荘厳なチャペルで行われた。そこは県内でも屈指の知名度を誇る有名なチャペルであり、豪華なウェディングドレスを着た里穂さんはとても美しかったと思う。けれども私にとって彼女の姿はさながら無数の黒いトゲを持った一輪の白いバラのようにしか見えなかった。里穂さんの姿を見た私が思っていたのは、綺麗なバラにはという慣用句に対する感想事以外にはなかった。披露宴会場に向かうと、すでにたくさんの人で場が埋まっていた。豪華な料理が並べられる予定の円卓の席はいっぱいになっていて、来ている人みんながワイワイと会話をしていた。けれども、その中で場の端にある円卓だけ人が座ってなかった。私の席がある円卓だ。はあ、なるほどなるほど。と、里穂さんの采配だろうなとすぐに予想することができたが、このあからさまな嫌がらせに対して私はしょんぼりと気持ちが重たくなった。そんな私に追い打ちをかけるかのように、兄の筆跡とは異なる字で席札にこう書かれていた。ブスは末席に座りな、と。さすがに怒りを抑えることができなかった私は、その席札を握りつぶした。披露宴会場に兄が入場してきた。そして、
一人で円卓に座る私を見つけると、周囲に向けていた笑顔が途端に消えた。そして、一緒に歩いているリホさんに何かを尋ねているようだったが、彼女は笑ってごまかしているようだった。その後、お色直しのために新郎新婦が駐座したとき、一人の男性が私に話しかけてきた。こんにちは。こんなところでお会いするとは偶然ですね。僕のこと覚えていますか？ええ、覚えていますよ。私が働いているコーヒーショップによく来てくださっている方ですよね。私が働いているコーヒーショップは空港近くにある。飛行機を利用するお客さんが多く来てくれる場所で、外国人のお客さんも多い。その中でも、話しかけてきたこの男性は、よく会話をするお客さんの中の一人だった。覚えてくれていて光栄です。思えば、僕がこうしてあなたとよく話をするようになったのは、財布の一件以来ですよね。そうですね。店のソファーに忘れていかれた財布。目利きに関して素人の私でも、大変高級だとなんとなく気がつきました。それに、他では見ない個性的なデザイン。会計の時にもよく使われていたので印象に残っていました。それで、あなたのものだってすぐに分かったんです。そう言ってもらえて嬉しいです。決して高い財布というわけではないのですが、あれは私が自分でデザインして作った唯一無二の財布なんです。素材も本革を使ってあります。大切にされてるんですね。ええ、それはもう。当時、その財布を発見した時は、まだこの男性の後ろ姿が見えていた。なので、私は急いで彼のもとへと走っていき、届けた。その時はとても感謝してもらえた。もう落としたらダメですよ。もちろんです。普段、お店に来てくれるお客さんと、こうして仕事以外の時間で話すことはほとんどなかったので、とても新鮮だった。申し遅れました。僕の名前は田代京介。弁護士をさせてもらっています。と、彼は名刺を差し出した。私の名前は天野香織です。よろしくお願いしますね。ええ、ぜひとも、これから吉名に。私は田代さんからの名刺を大事にカバンの中へしまい込んだ。天野さんということは、天野博さんのご家族の方ですか？はい、天野博は私の兄にあたる人です。そうでしたか。この度はご親族の結婚おめでとうございます。ありがとうございます。その後もしばらく私は田代さんと会話を弾ませた。そんな中、駐座していた新郎新婦がお色直しを終えて戻ってきた。リホさんは華やかで真っ赤なドレスを着ていた。とてもゴージャスでお金がかかっているだろうなと思わせるものだったが、リホさんにはとても似合っていた。一方で兄はその見丈に合わせて丁寧に仕立てられたタキシードを着ていた。そんな兄を見て私は思わず、王子と一言つぶやいてしまった。確かに、あなたのお兄さんはまるで王子のようですね。あ、すいません、つい無意識でつぶやいちゃって。自分の席に戻るものと思っていたが、田代さんは私を一人にはせず、しばらく会話を続けてくれた。そんな中、新郎新婦が私がいる円卓にキャンドルサービスをしに来た。田代さん、この度は私どもの結婚式にお越しいただきありがとうございます。お二方はどこかでお知り合いになったんですか？お兄ちゃん、兄さん、この方は私が働いているコーヒーショップによく来てくださる方なの。そのうちよく話すようになって。なるほどなるほど。カオル、この方はね、俺の上司にあたる方で、
国際弁護士として活躍しているすごい人なんだ。テレビにも多数出演していらっしゃるんだ。そんなすごい人だったんですか？使っている財布からして、それ相応にすごい人だろうとは思っていたけれども、まさか兄の上司とは思わなかった。そんなにすごいこともありませんよ。あなたのお兄さんなら、きっと私よりも優秀な弁護士になります。ひろしくんが非常に優秀なのもそうだが、こうして聡明で素敵な妹さんもいるからね。田代さんは兄の方を見てそう言った。兄は嬉しそうな笑顔で深くうなずいた。そんな時、私の視界にふと里穂さんが入った。彼女は田代さんを見て頬を赤く染めていた。そして次に彼女はこう言った。こんな高卒のブスに何を言ってるんですか？と。まあ、当然その場の空気は一気に悪くなった。兄も田代さんも彼女のいきなりの発言に驚いている様子。けれども里穂さんはそんな二人の反応を気にもせず、田代さんに色目を使い始めた。私、有名な女子大を出ていまして、国際弁護士の田代さんのお役にも立てると思います。そうですか。はい。年齢はおいくつなんですか？え？まあ、ひろしくんの三つ上ですけど。どうりで、雰囲気が落ち着いていて、とても素敵だと思っていました。私、もう少し田代さんについて知りたいと思っています。よろしければ、後ほどお話を聞かせてもらえませんか？田代さんは兄の方を見た。兄は花嫁とは思えないその言動に表情を曇らせていた。行くぞ、里穂。ちょっと。兄は半ば強引に里穂さんを別の宅に連れて行った。あれはそう遠くないうちに、うちの事務所にご厄介になりそうですね。そうですね。嵐が去った後で、私と田代さんは苦笑いをしながら二人の姿を見た。披露宴は筒がなく終わった。最後の花束贈呈では、親の遺影を持った私に兄が大きな花束を渡してきてくれた。今まで、カオルには苦労をかけたな。あんまり多くのことはしてあげられなかったけど、これからは幸せになってほしい。お兄ちゃんはいつでもカオルの幸せを祈ってるからな。お兄ちゃん。私たちは涙を浮かべて抱き合った。こういう時、新婦の里穂さんならものすごい目つきで睨んでくるものだが、兄の肩越しに見てみると、不思議と無反応だった。披露宴が終わった後、私は田代さんに話しかけられた。改めてご親族の結婚おめでとうございます。ありがとうございます。それにそうかしこまる必要はありませんよ。田代さんは兄の上司、親族の私にとっても目上の人ですから。そうかい。カオルさんがそう言うなら、これからも兄のことよろしくお願いしますね。あ、任せてくれ。それよりどうかな、この後一緒にお茶でも。お誘いは嬉しいのですが、今日はあまり心持ちが優れなくて。初対面ということもあって、私は一度その誘いを断った。けれども田代さんは、今の自分があるのはカオルさんのおかげですから、そのお礼をしたいんです。と食い下がって、なかなか諦めてくれない。それに、私何かしたのだろうか。この人にお礼を言われるようなことはしていない。強いて言えば、あの日財布を届けた程度だが、ここまで食い下がる理由にはならないはず。そう考えているとき、参列客の見送りを終えた兄と里穂さんが駆けつけてきた。
二人で何を話してるんだい。兄はそう笑顔で尋ねてきた。リホさんはものすごい形相で私を睨んできていた。ああ、ヒロシ君、ちょうどカオルさんにお礼を言おうと思っていたところなんだ。私、何かしたのでしょうか？覚えがなくて。おや、そうかい？そうだったね。詳しいことを説明していなかった。これは申し訳ない。田代さんはそう言うと、昔のことを語り始めた。カオルさんが届けてくれた財布には、亡くなった祖母が残してくれた指輪が入っていてね。今もずっとそれをお守りにして大事に持っている。そうすればあの頃の祖母の温かな優しさが今も伝わってくるようで。何か大きな仕事がある時になると、いつもあの指輪の存在が僕の心を沈めてくれた。そしてあの時、ちょうど僕はアメリカで大きな仕事を控えていたんだ。失敗は許されない。そのプレッシャーがあの日の僕をひどく緊張させていた。もしあの時カオルさんが財布を届けてくれていなかったら、私はきっとその仕事で成功を収めて帰国することはできなかっただろう。そういうわけでカオルさんは僕にとって人生の恩人なのだよ。なるほど、納得しました。まだあるよ、他には。え、まだあるんですか？私さすがにそれ以外では心当たりが。何を言う。ヒロシ君も知っての通り、弁護士というのは激務。それに人間の様々な悪い一面を見ることになるから、どんどん心が荒んでいく。それでちょっと強い態度をしてしまう時でも、あの店でカオルさんだけが優しい笑顔で対応してくれた。それが僕にとっての大切な癒しだったんだよ。さすがにそう言われると照れてしまう。いや、照れるというよりよくわからない別の気持ちが胸に満たされていく。それに自分では気づけない体の不調にもカオルさんは気づいてくれる。それのおかげでいつも大事に至る前に治療を受けることができた。本当に感謝の気持ちしかない。そんな私は。カオル、顔真っ赤だぞ。え、確かに顔が熱かったけれども、そのすぐ後にリホさんの発言で熱はすぐ冷めた。そんな接客誰にでもできるじゃない。この時いよいよ兄がリホさんを見る目が覚めていき始めた。リホさんと言ったかな。そんなことはありませんよ。彼女が働いている店は海外の方の利用も多い。それにもかかわらず、カオルさんは様々な言語を使いこなして立派に接客をしていましたよ。そんなわけないじゃないですか。不機嫌そうにするリホさんを無視するように顔を背け、田代さんは私の方を向いて聞いてきた。カオルさんは何カ国語話せるのかな？そうですね。何カ国語かは話せますが、中でも英語とドイツ語と中国語なら自信があります。片言でもいいならフランス語とイタリア語、それからスペイン語と韓国語もわかります。そりゃすごい。そんな逸材がこんなところで眠っているなんて。もったいないことだ。私がそれだけ言語を話せることを聞いて、兄はとても驚いた様子を見せた。田代さんは私がそれだけ言語を理解できると知って感心してくれたようだった。やっぱりカオルは俺なんかよりも優秀だったんだよ。おお、そうなのかい。私と違って彼女は高校での成績、常に学年トップをキープしていましたから。兄と田代さんが私をまじまじと見てきた。まあ、確かに勉強は好きでした。将来は通訳の仕事に就きたいと考えていましたので、特に英語の勉強には力を入れてました。カオル。でも、家庭の事情もあって、大学に行くのは諦めたんです。
私の勉強よりも兄の夢の方がずっとハードルが高かったですし、外国語なら通信講座や教室に通って学ぶことはできますので。勉強熱心なんだね、カオルさんは。ありがとうございます。そういう能力も得たので、今は自宅で通訳の仕事もしています。私がそう言うと、兄と田代さんはすごいねとたくさん褒めてくれた。けれども、その時にまたリホさんが声を上げた。そんなの大したことないわ。ここまで来ると、田代さんはリホさんのことを睨むようになった。独学なんて限界があるものなのよ。どうせ実力も大したことないんでしょ。リホ、知らないのかい？俺の妹は今度実写化される児童文学小説を手にかけているんだよ。実力は大したことあるぞ。兄がそう言うと、リホさんは分が悪いと思ったのか、今度は私の容姿について悪口を言ってきた。でも結局はヒロシに比べたら劣ってるのは確かじゃない。兄弟で全く似ていないんだもの。ヒロシは顔が整っているのに、こいつはブサイクじゃない。目は奥二重だし、まつげも短いし、鼻も低いし、スタイルだって良くない。リホ！田代さんには私のような顔もスタイルも完璧な女性こそふさわしいんです。いい加減にしろ！リホ、お前は一体何を言ってるんだ？いつも温厚な兄がものすごい声で怒鳴った。何を広島で。やっぱりあなたは所詮子供ね。あなたなんかよりも大人の落ち着いた雰囲気をまとっている田代さんの方がよっぽど魅力的な男性だわ。息継ぎをするリホさんに兄が鼻で笑いながら言う。先を続けてごらん。田代さんはエリート中のエリート、国際弁護士なのですから、きっとお金もたくさん持っていらっしゃるんだわ。私が憧れていた玉の輿に乗れるに違いないわ。そうだ、ちょうどみんなが揃ってるし、この場で言わせてもらうわ。ヒロシ、私たち、式を挙げたばかりだけど、別れましょう。さすがの物言いに、兄は何も言えない様子だった。けれども、ここまで兄のことを馬鹿にされて、私は強烈な憤怒を覚えた。そろそろ自覚したらどうですか？容姿端麗で勉強もできて、こんなにも心優しい私の自慢の兄なんですよ。あなたはきっと知らないんでしょうね。誰に対しても隔てなく平等に接するところとか、辛いことがあっても人前では決してそれを見せないようにと踏ん張る姿とか、助けが必要な人にそっと手を差し伸べられるその温かさとか、道に行列をなしてるあれを気にかけて避けようとする繊細な優しさとか、それから、香る、待つんだ。それ以上はいい。ありがとう。嬉しいけど、ちょっと恥ずかしい。でも、感情を抑えることができなくなった私の頭を、微笑みながら、兄は、その大きな手で撫でてくれた。そして、リホさんの方を向いて、無表情で言った。いいだろう。結婚破棄を受け入れようではないか。ちょうどここには、エリート中のエリートの国際弁護士がいらっしゃることだし。やれやれ。そう遠くないうちに、僕たちの事務所のご厄介になるとは思っていたが、こんなに早いとは。ため息をつく田代さん。そんな彼に対して、リホさんは自分のアピールをさっきのようにやり出した。そして、この状況で、一体私がどうして君のことを好きになると思ったのか。と、背筋がいてつくような静かな怒りを言葉に込めて、田代さんはそう言った。リホさんは落ち着いた雰囲気をしていた彼の変わりぶりに唖然とした。そして田代さんは、リホさんの人として悪い点について一つずつ丁寧に指摘していき、最後に、君は、カオルさんの足元にも及ばない。と言って、彼女を突き放した。
好意を寄せた相手にそこまで言われたリホさんは顔を真っ赤に。もういいわ、早く帰りましょう。ヒロシ、彼女はそう言って兄を連れて帰ろうとその手を引っ張ったけれども、兄はびくともしなかった。おかしいな、俺はもう君とは夫婦でもないのに一体どこに帰ると言うんだ。俺が帰るのはカオルがいる家だけだ。じゃあ結婚破棄は撤回させてもらうわ。それならいいでしょ。残念だがそれはできないかな。兄はそう言ってポケットに忍ばせていたボイスレコーダーで私を罵った言葉や田代さんに乗り換えようとした浮気まがいの言動をバッチリ録音していた。これだけ証拠が揃っているんだ。婚約を破棄するには十分ですよね、先輩。そうだね。そんな。ようやく事の重大さに気がついたのか、リホさんは真っ青になってその場に座り込んだ。まあ、同時に二人の男から振られてしまっては仕方ないのかもしれないが、今回の一件で彼女は自分の自尊心に大きな傷をつけられたことだろう。今後同じように他の男に狙いをつけても今日のことが頭をよぎる。それに大人になってしまった人というのはそう簡単に自分の性格の本質を変えることはできない。できたとしてもそれは何年、何十年先になることやら。その頃になっても、果たして彼女は女性としての美しさを保つことができるのだろうか。いずれにせよ、一流と呼ばれる人たちにも顔が広い田代先生相手に、この姿を見せてしまっては、これからのすべてを失ったと言っても過言ではないと思う。その後、私は田代さんから交際を申し込まれた。正直、自分のような人が彼のように優れた人と一緒にいてもいいのかなって返事に困った。そんな時、結婚式の日に私がやったのと同じように、兄が、カオルのいいところは、と言って、次々と田代さんの前で褒めちぎってくれた。分かったよお兄ちゃん、恥ずかしいよ。結婚式にカオルが褒めてくれた時の俺の気持ち、少しは分かってもらえたかな。お兄ちゃんの意地悪。兄が私に与えてくれた勇気と自信のおかげで、私は田代さんに自分の気持ちを打ち明け付き合うことになった。いつしか兄が、田代さんとなら俺は何も不安はない、と胸を張って言ったのに対して、未来の弟からもそう言ってもらえたのなら、めとるしかないよね。と、田代さん、京介が目の前でそう言ったことがあった。多分その時が人生で一番顔を赤くした時かもしれない。京介と付き合って、しばらく経ったある日、彼は私を連れて濃い色の燃えるような夕日がキラキラと水平線に輝く太平洋が見える公園まで車を走らせた。そして景色を正面から堪能できるベンチに座った時、彼は言った。カオル、僕と一緒にアメリカに来てくれないか。この海の向こうへと一緒に。人前では冷静を貫く彼だけれども、こういう大事なことを言うときはちょっとだけ不器用になる。そんな彼のことが私は大好き。どこまでもあなたについていくわ。どこまでも、どこまでも。そう言うと彼は幼げな微笑みを浮かべて私の前に片膝をついた。そして
この夕日のきらめきをあなたに捧げます。どうか僕と結婚してください。彼は太陽を背にした状態で婚約指輪を差し出してそう言った。私は笑いながら喜びの涙を流し、ええ、喜んでと自分の手を差し出した。彼はその大きくてたくましい手で私の指にリングをはめたのだった。私たちはその後、兄に婚姻を結んだことを報告した。兄は大喜びして早速結婚式の段取りを組もうとしたけれども、私と旦那はすぐにアメリカに旅立つというと、結婚式の準備がとがっかりしていたけれども、その代わりアメリカで結婚式を挙げるときはすぐさま飛んで行って誰よりも全力で祝おうと、すぐに立ち直ってはいた。ちょうどその時に、私は兄からリホさんのことについても聞いた。どうやら彼女はずっと兄に連絡し続けていたというけれども、兄はすっかりとリホさんに興味がなくなったようで、返信をすべてスルーしていた。あと、リホさんが結婚を理由に仕事を辞めるつもりでいたらしく、早々に退職届を出してしまったそう。さらに、兄は例の録音をリホさんの両親に送りつけたと。それを聞いた相手の両親は激怒し、兄に対して平謝りをしたと。そして、彼女がまともになるまでしっかり再教育いたしますと言ってきたと。兄はそう語ってくれたのだった。夕焼け小焼けのプロポーズ。あの日からしばらく経ち、私と旦那はアメリカでの生活にすっかり慣れていた。家は栄えたニューヨークに構え、たくさん現地の友人もできた。日本で始めた通訳の仕事はどこでもできるので、日本を離れた今でも続けている。自分が積み重ねた努力の一つ一つ、それはいつしか夢へ向かっていく自分が背負う翼の羽の一つ一つとなる。辛い境遇にいる人たちはきっと自分の未来を変えるのにたくさんの羽が必要になるけど、それでも飛び出せる自由という名の海は誰の運命にも等しく存在する。他の人よりも飛び立つのが遅かった私だけれども、それまでに積み重ねてきた努力のおかげで、私はこうして自分の未来を切り開くことができた。いつか私と旦那が旅立ちの日に見たあの海のことを、そして私自身が感じたことのすべてを、これから生まれてくる子に伝えていきたい。私はそう思いながら、そっとお腹を撫でた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺はとある身分を隠し、中途採用の新人警察官を演じている。潜入した先の警察署内で、ヤクザに機密情報を横流しする警察関係者との接触に成功した。捜査線上に上がったのは、なんと部長。部長はヤクザのスパイだとバレずに、警察内部に潜入しているつもりのようだ。俺にはしっかりバレているのだが、しばらく泳がせてみた結果、誰もが想像していなかった驚愕の結末を迎えることとなる。俺の名前は沢村夏樹。しんと静まり返った広い会議室に、威圧感のあるスーツ姿の男たちがずらりと並んでいる。東京都の中心部にあるゴリザン地区警察署の刑事課に本日付で配属された。
ピリついた空気の中、俺は挨拶をした。本日付で刑事課強行犯係に配属されました沢村夏希です。脱サラして交番勤務してました。よろしくお願いします。そう言って俺が頭を下げると、スーツ姿の男たちは無表情で拍手した。笑顔で迎え入れられるような職場でないことは分かっているが、誰も彼も疑うような独特の目つきをしている。職業柄だろう。俺ももちろんその一人だ。脱サラして交番勤務をしていたというのは、早川警視総監が決めた今の俺の設定だ。もともと俺は警視庁捜査一課の警部補であり、捜査官という身分を隠して五里山署内の潜入調査を行うよう早川警視総監より任命を受けた。五里山署の管内は中国系マフィアとつるむヤクザ、パンダ会が勢力を増している。警視庁本部としても頭を悩ませている問題だった。そのパンダ会のあまりにできすぎた裏取引の数々に、五里山署内にパンダ会と内通している者がいる可能性が浮上した。その内通者をあぶり出すため、俺は五里山署に潜入することになった。潜入調査を行うことは早川警視総監と俺しか知らない。警察内部にいる誰が内通者かは予想が立っているが、確証はなかった。俺が潜入捜査官であることは誰にもバレるわけにはいかない。早川警視総監から前もって刑事課の人間の情報は聞いていた。こちらに歩いて近づいてくるのは係長の小田と主任の小森だ。沢村君、君の教育係を紹介するよ。小森君だ。そう紹介されたのは小柄な若い女性だった。小森美咲です。バディを組んで一緒にいろいろ覚えていってくれたら嬉しい。ビシビシ行くからよろしくね、夏希くん。よろしくお願いします。私のことは美咲っていいよ。はあ。威圧感を放つスーツ姿の男たちばかりの強行犯係にポツンと放り込まれた子猫みたいな人だと思った。疑うことをまだ知らないような小森美咲のまっすぐな視線に、俺は妙に後ろめたさを感じた。五里山地区はそれほど広い地域ではないが、周辺地域と比べると治安は悪く、表向きの刑事としての職務はそこそこ忙しかった。数々の凶悪犯と顔を合わせることも多かった。そして一番厄介なのが、美咲のバディとして教育されているふりをしなければいけないことだった。強行犯による事件を扱う強行犯係に、見た限りでは似つかわしくないような小柄で華奢な女性、小森美咲だが、その強行犯係にいるということはそれなりの理由があるはずだ。俺は少しのことでも大げさに驚き、捜査の決定的な邪魔にならない程度に足を引っ張りながら美咲の動向を伺っていた。夏希、何か見つけたらすぐ言うのよ。犯人の大事な証拠になるかもしれないから。はい、わかりました。そう言った美咲の足元、目の前に落ちている長い髪の毛、被害者の男性とは明らかに違うその髪の毛は、いつになったら気づいてもらえるのだろうか。五里山署の強行犯係もとい小森美咲は割と抜けているのだろうか。出しゃばらないよう、目立たないよう、職務を遂行するのは容易ではなかった。そんなある日、事務仕事を終え美咲と歩いていると、廊下で一人の男性とすれ違った。五里山署の部長の斉藤和夫だ。お疲れ様です。すれ違いざまに俺が挨拶をすると、
斉藤部長はにっこりと笑顔を浮かべた。お疲れ様、もう慣れましたか？薄いグレーのスーツに下がった目尻、柔らかい雰囲気だが逆にそれが不気味に感じた。いや、まだまだっすね。職員の顔と名前がまだ一致してないっす。まあ物事は慣れだから、慌てずコツコツ取り組むといいよ。ありがとうございます。俺は腰を90度に折り頭を下げた。斉藤部長、パンダ界の内通者として捜査線上に上がった第一候補だった。美咲さん、斉藤部長ってどんな人です？あまり捜査に積極的ではなさそうですけど、部長まで昇進しているから何かすごい手柄でも立てたのかなと気になって。俺はこそっと美咲に耳打ちする。斉藤部長？言われてみれば確かに穏やかで争いを好まないって有名よね。昔は鉄砲玉のように犯人に突っ込んでいってたみたいだけど。昔はか。いつ頃からそんな風に変わったんでしょう？あんな事件があったからね。背後からひょっこりと現れた交通課のおしゃべり好きなベテラン府警。ペラペラと斉藤部長の話をいろいろしてくれた。ここだけの話よ、と釘を刺された。まさか斉藤部長の過去にそんなことがあったなんて。俺と美咲は驚いて顔を見合わせた。21時を過ぎた頃、俺は残った事務仕事を終えて帰ろうとゴリザン署を出たところで、グレーのスーツを着た斉藤部長の後ろ姿を見つけた。きっと帰るところなのだろうと思ったが、早川警視総監から聞いていた自宅の住所とは反対方向へ歩き出す斉藤部長。この時間からどこへ行くのだろうか。不審に思った俺は後をつけることにした。尾行してからもう25分ほど経っただろうか。栄えた駅前を離れ、長い橋を渡り、上り坂と下り坂を越え、住宅街を抜けた。斉藤部長だって立場的に暇なわけではないはずだ。その斉藤部長がタクシーも使わずに向かう場所、履歴に残ってはまずい場所であることは間違いなさそうだ。すると斉藤部長は一軒の中華料理屋に入っていった。直後に派手なスーツの男が一人入っていく。見覚えのある男だった。俺は物陰に隠れながら中華料理屋の中の様子をうかがう。あれはパンダ界の幹部、水島隆一郎ね。背後から急に話しかけられ、驚いた俺は飛び跳ねた。美咲さん、こんなところでどうしたの？何か水島の動きに変なところがあった？よりによって、いや、何と言い訳をしようか悩んでいると、美咲は俺の手を取って中華料理店の方にぐんぐん進んでいく。ちょっと何してるんですか？中には水島がいるんですよ。だってお腹空いちゃった。何もやましいことがなければどうってことないでしょ。さ、入りましょう。あ、駅前にうまいラーメン屋があるんですよ。安くてうまくて、床が滑るこってり系の。床が滑るラーメン屋なんて嫌よ。ここがいい。中の様子がわからない以上、たった二人で乗り込むようなことは絶対に避けたい。店の前で入る入らないの攻防を続けていると、中から水島が出てきた。水島は俺と美咲をちらっと見る。んだよ、痴話喧嘩かよ。邪魔だ、どけ。そう言って迎えに来たのであろう黒塗りの車に乗り込み去っていった。おかしい、水島が店に入ってから出ていくまで5分も経ってないわね。何しに入ったのかしら。
食べたい料理がなかったんじゃないですか。それよりラーメン屋行きましょうよ。俺は中華料理屋から一刻も早く離れたかったので、美咲をどうやって巻くかばかり考えていた。するとタイミング悪く斉藤部長が一人で店から出てきた。俺と美咲の存在に気づき、動揺したような素振りを見せる。君たちは。斉藤部長、お疲れ様です。お腹空いたから沢村くんと入ろうかどうしようかって話してたんですよ。そうなのか。でももう今日はスープがないって言われてしまったよ。麺類は焼きそばぐらいしかないらしい。そうなんですね。じゃあ他の店に行こうか。斉藤部長、お疲れ様でした。俺たちは斉藤部長が自宅の方向へ歩いていくのを見届けた。さて、美咲にどう説明すべきか一生懸命に考えを巡らせながら、駅前の居酒屋まで美咲に引っ張られていった。美咲に半ば強制的に連れられ、半個室の賑やかな居酒屋に入った。ここなら周りに話が聞こえないわ。で、単刀直入に聞くけど、夏希は一体何を調べてるの？言えません。夏希が妙な動きをしていること、斉藤部長に報告してもいいの？美咲さんの見解は？質問に質問返しされたことが不服なようで、美咲は頼んだオレンジジュースをグビグビと飲み干した。夏希がやけに斉藤部長を気にしてるなって思ったのはちょっと前よ。やけに目線で追ってるし、何かと斉藤部長の話題の時には夏希が近くにいるなって思った。多分他の人は気づいてないけど、バディとして普段一緒に行動しているから気がついただけ。俺は周囲の状況をさりげなく観察しながら焼き鳥を頬張る。背後右から50代の男性客、若い男性と女性のカップル客、店員はホール1名、レジ1名、入り口は正面と非常口、怪しい人物はいないようだ。いやー、美咲さんって優秀な刑事ですよね。褒めてもダメよ。質問に答えなさい。今日だって声かけようとしたら斉藤部長の後つけてるんだもん。どこから見てたんですか？庁舎からよ。私尾行するの得意なの。気配を消すのがうまいらしくて。ほら、小柄だから隠れやすいし。なるほど、全然気がつかなかった。美咲は俺の行動の数々を不審に思い、念のため調べてみようと思ったのだという。しかし今日の斉藤部長の様子を見て、怪しいのは斉藤部長の方なのではないかと刑事の勘が告げていると話していた。いい勘をしていると思った。俺は諦めて美咲を味方につけることにした。まだまだ経験値も少ないだろうし、危なっかしいところはあるが、味方にすれば心強いと思ったのだ。美咲さんには隠し事ができないですね。見せたいものがあります。うちに来てください。俺は初めて早川警視総監以外の人間に自分の身分を明かした。ダミーではない方の警察手帳を美咲に見せた。潜入捜査官、夏希は公安警察だったのね。今日のこともすべて上に報告させてもらいます。でもどうして内部調査をしているの？俺はグラスに注いだミネラルウォーターを美咲に渡し、今までのことを話した。ゴリザン管内にはびこるヤクザは多いが、その中でも勢いを増しているパンダ会、そのパンダ会はいくつかの宗教団体と深くつながっており、資金源を得るために様々な犯罪の温床になっていること、
下っ端をいくら捕まえたところで幹部が残れば同じ歴史を繰り返すだけだった。幹部ごと一網打尽にしなければいけない。しかし警察の動きが読まれているように先回りばかりされ、なかなか逮捕に結びつかない現状だった。どうやら警察内部にはパンダ会と通じている内通者がいて、警察の情報が漏れている。そしてそれは斉藤部長である可能性が高い。証拠をつかむために早川警視総監から命じられた俺は斉藤部長に近づいた。とそこに中華料理屋前での美咲さんの登場です。そうだったのね。ありがとう、話してくれて。それなら私も協力するわ。そう言って美咲は俺のマンションを足早に去っていった。そして翌日、美咲から USB を渡された。パンダ界に関するデータをすべてまとめてきてくれたのだそうだ。パンダ界の名前が出ていなくても関連していると思われるもの、人物、地名、すべて探してきたわ。おかげで寝不足よ。ありがとうございます。駅前の床が滑るラーメン屋、一回ご馳走してよね。そう言って美咲は眠そうにあくびをしていた。俺はすぐに USB を読み込んで情報を頭に入れた。美咲がくれた情報からいろいろなことが分かってきた。以前斉藤部長と水島が入っていった例の中華料理屋はパンダ会と手を組んでいる中国マフィアが経営している店の一つだった。その中国マフィアは銃や爆弾などの武器を多く扱う犯罪グループだ。俺は中国マフィアの関わった事件の押収品リストをチェックする。これは美咲さん、確認したいことがあります。この書類作成者、小田さんになってますけど違うんじゃないですか？この字は斉藤部長の字ね。押収品の数が少なくなってる。改ざんされたんですね。消えた押収品はきっと斉藤部長がパンダ会に横流ししているんじゃないでしょうか。斉藤部長への不信感は確証に変わった。俺たちは消えた武器の行方を追うために情報を集めた。誰かが傷つけられる前に、そう思った俺は必死だった。美咲も同じ気持ちなのだろう。食い入るようにパソコンを睨んでいる。俺が慣れた手つきでキーボードを叩いていると、美咲が感心したように言った。へえ、やっぱり正体を知るといろんなものが見えてくるものね。斉藤部長ですか？まあそっちもだけど。美咲はそこまで言うと黙って俺のパソコンを覗き込んだ。するとそこへ小田係長が慌てた様子で駆け込んできた。おい小森、沢村、組織犯罪対策課から応援要請だ。すぐに出てくれ。小田係長はそう言うと無線でやり取りを始めた。どうやらパンダ会の幹部と中国マフィアの取引が行われるという垂れ込みが入ったとのことだった。俺と美咲は顔を見合わせる。何の取引かははっきりしていないが、パンダ会と中国マフィアの取引、例の消えた押収品の取引が行われると思うのは自然なことだった。俺たちも行きましょう。機動隊も出動するという現場に向かった。俺はハンドルを持つ手にぐっと力が入る。今日でこの事件の決着がつくかもしれない。心臓がざわざわと高鳴るのを感じた。そこ右折したら5メートルで停車して。無線を受ける美咲の指示で車を止めた。現場を見通せるレインブリッジのたもとで俺と美咲は
双眼鏡を覗き、無線の指示に耳を澄ませる。埋め立て地の倉庫街にある廃工場が取引現場らしい。双眼鏡を覗いた先の廃工場には、水島をはじめ、パンダ会のメンバーが複数人いた。水島は大きなアタッシュケースを手元に置き、タバコを吸いながら電話をしている。しばらくすると、数台の車が廃工場の前に止まり、一台の高級車が廃工場の入り口に横付けされた。高級車から毛皮を着た一人の男が出てくる。おそらく中国マフィアの幹部だろう。毛皮の男が廃工場に入り、周囲にはその手下たちが並んだ。突入開始！無線から聞こえる声で、一斉に警察官たちが工場内へ走っていく。そこには斉藤部長の姿もあった。現場から離れたこの場所にまでパーンという銃声が鳴り響いた。それを皮切りに機動隊が怒涛の勢いで突入した。銃撃戦が繰り広げられる中、パンダ会のメンバーや中国マフィアの幹部が警察官たちによって次々に取り押さえられる。水島が逃げたわ。アタッシュケースを持ってる。俺たちで追いましょう。ここからなら回り込めます。双眼鏡から目を離し、俺が車に乗り込もうとすると、美咲はヘルメットを投げてきた。わけもわからずそれを受け取ると目を疑った。嘘だろ。美咲は 750cc の大型バイクに軽々とまたがり、エンジンをかけると後ろの座席を指さした。こうなると思ってたのよ。振り落とされたくなかったらしっかり捕まってなさい。確かに車では機動力に欠ける。美咲が凶悪犯ばかり扱う刑事課強行犯係にいる理由が少し分かった気がした。俺は恐る恐るバイクの後ろに乗った。素晴らしい運転テクニックだった。俺を後ろに乗せているにもかかわらず、猛スピードで巧みに倉庫街を走り抜ける大型バイク。素直に驚いた。美咲さんがこんな大きなバイクに乗れるとは思わなかったです。見た目で判断されるのが嫌で必死に練習したんだから、もうこのバイクは私の体の一部よ。正直車の運転だってできないもんだと思って毎回俺が運転していた。侮っていた。俺の方が何も見抜けていなかったみたいだ。そんなことを考えているとバイクが急旋回して停車した。目の前でアタッシュケースを大事そうに抱えた水島が息を切らせている。俺はバイクを降りて銃を構える。警察だ、手を上げろ。水島は立ち止まると片手を上げながらゆっくりと後ずさりしていく。美咲もバイクを止めると銃を構える。二人で水島を狙いながら三角形になった。止まれ、アタッシュケースを置いて降参しろ。くそ、こんなところで捕まってたまるか。もうすぐ俺の部下が駆けつけてくる。そしたら若造と女なんか相手にならんわ。俺はたらりと垂れる汗を感じ、銃の引き金に指をかける。するとそこへカツカツと足音が聞こえてきた。足音のする方向を見ると、水島の後方から薄いグレーのスーツ姿の男が現れた。斉藤部長だ。助かった、援護しろ斉藤。水島は笑いながら斉藤部長の方へとにじり寄る。そして斉藤部長は手にした銃を俺に向けた。しんと静まった路地裏で美咲のごくりと唾を飲む音が聞こえる。
斉藤部長、やっぱりパンダ会と通じていたのね。美咲さん、俺が行きますから、そこにいてください。美咲は銃を構えているが、その手は震えている。斉藤部長の裏切りを目の当たりにしてひるんだか。そして斉藤部長は目尻を下げたいつもの柔らかい表情のまま言った。ここは私に任せてくれないか。俺と斉藤部長が向かい合って互いに銃を構える。水島は斉藤部長の後ろにするりと隠れ込んだ。あとは頼んだぞ斉藤。そう言って走り出そうとする水島。次の瞬間、斉藤部長が取り押さえた。何をする、どういうことだ斉藤。俺は刑事だ。悪いな水島、パンダ界に潜り込ませてもらっていたよ。何だと、今までずっと騙してたっていうのか、そんなバカな。斉藤部長は暴れる水島の手にしっかりと手錠をかけた。それを見た水島はがっくりと肩を落とし、諦めたように脱力した。おかげで一網打尽にできた。さーて、詳しくは書で白黒つけましょう、パンダ会さんよ。俺は驚いて固まっている美咲を尻目に無線で応援を要請した。幸いなことに負傷者を一人も出さず、パンダ会は幹部含め全員が身柄を確保され、事件は終わった。ゴリ山署に戻る頃には夜が明け始めていた。美咲はあくびをしながら俺に詰め寄った。どういうことだったのかちゃんと説明して。すいません、騙したような形になってしまって。実は俺はコーヒーを飲みながら今回のことを思い出していた。斉藤部長がパンダ会に偽の情報を流し、パンダ会と中国マフィアの間で武器の取引を行うように仕向けたのだった。取引場所を指定したのもすべて斉藤部長だ。もちろんアタッシュケースに入った銃や爆弾は偽物であり、消えたはずの押収品はきちんと別の場所に保管してある。水島は斉藤部長をパンダ会の一員だとすっかり信用しきっていて、パンダ会の情報をこと細かに入手することができていた。そのおかげでパンダ会を一網打尽にすることができたのだった。なるほど、最初から夏希はそれを分かって潜入してたわけね。美咲は不服そうに俺の飲んでいたコーヒーを奪って飲んだ。空になった缶だけ突き返される。そこへ斉藤部長が通りかかった。お疲れ様です。おう、二人とも遅くまでご苦労だったね。いえ、斉藤部長に比べたら俺たちなんて。俺がそう言うと、斉藤部長はいつものように目尻を下げたまま話し始めた。パンダ会は宗教団体とのつながりもあり、ケツ持ちとして宗教団体から資金を巻き上げていたそうだ。しかし宗教団体は大きくなるにつれ力を持つと、ヤクザまがいの犯罪集団になっていった。パンダ会と手を組むと、より過激な犯罪に手を染め、大規模なテロの計画も発見されたらしい。しかし今回の事件で余罪の追及のため、いずれ宗教団体も解散に追い込まれることになる。有名な宗教団体の解散はニュースでも大きく報じられるだろうと言っていた。斉藤部長は少し声のトーンを落として続ける。自分の母親がその宗教団体にのめり込んでしまったのだと。生活費のほとんどを宗教団体に献金し、それでも足りないからと
斉藤部長にまで金を無心するようになった。とうとう犯罪まがいのことを行ってしまい、そこでパンダ会と接触するようになった。処分を覚悟で斉藤部長は早川警視総監に相談した。スパイとしてパンダ会に潜り込み情報を集めるので、用意ができたら全員まとめて型をつけたいと。今回の逮捕劇の計画がそれだった。沢村くんも小森くんも実に優秀で助かった。感謝しているよ。さて、俺はさすがにちょっと疲れたんで、この辺で失礼するよ。お疲れ様。お疲れ様です。俺と美咲は頭を下げて斉藤部長を見送った。その後ろ姿を見ながら、おしゃべりな交通課のベテラン府警が言っていたことを思い出す。斉藤部長の母親が今は精神病院に入院していると言っていた。これで無念は晴らせたのだろうか。じゃあ夏希が潜入したのも早川警視総監からの命令で？ええ、斉藤部長に目が行くように行動しろって言われたので、斉藤部長とは常に連絡を取り合っていましたよ。タレコミも俺が入れたんです。なあんだ、じゃあ中華料理屋さんの前まで尾行してたのも分かっててやってたの？はい、意外と早かったんでびっくりしましたけどね。はあ、やられたわ。美咲は面白くなさそうな顔をしてバイクの鍵をくるくると回した。まあ悪人が逮捕されたんならそれでいいわ。人の命を守るのは私たち警察官の仕事だもの。誰が手柄を立てたとか関係ないわね。よっ、さすが、それでこそ国民を守る警察官。何よバカにして。もう眠いわ、車で送って行ってよ。わかりました。車内では二人ともあくびが止まらない。それほど今日は長い一日だった。ねえ、夏希はどうして警察官になろうと思ったの？美咲さんはどうして？私が先に聞いたんだけど。まったく。私はね、子供の時に助けられたのよ、女性警察官に。子供の時から私小さくて、公園で遊んでたらひょいって誘拐されたことがあるの。身代金目当てだったから危害を加えられずに済んでいたんだけど、犯人と警察がずっとやり取りしてたのね。いくら用意できたとか受け取り場所とか、そこに来るのは一人でなるべく小柄な女の刑事にしろって。で、受け取り場所に私も連れて行かれて、犯人は女の刑事一人が相手だと思って油断してたのよね。身代金を手渡した瞬間に犯人の大男が小さな女の刑事一人に取り押さえられた。すぐに他の警察官が私のことを保護してくれて無事に助かった。女の刑事は私の頭を撫でて、よく頑張ったねって褒めてくれた。その刑事がかっこよくて憧れて、私も誰かの命を救う警察官になるって決めたんだ。話しているうちに美咲の家に到着した。気が向いたら教えてよね、夏希が警察官になった理由。じゃ、おやすみ。そう言って美咲は車のドアを閉めて手を振った。警察官になった理由か。俺は昔のことを思い出していた。俺は中学時代に付き合っている女性がいた。年上の先輩で、卒業後は警察官になるのだと話していた。警察学校に入った彼女は毎日忙しそうだったが、人のために役立てる仕事に就けることを誇りに思っていると嬉しそうに話していた。俺も彼女の話を聞いて同じように警察官を目指した。そして
数年が経ち、俺は晴れて警察官になった。彼女も喜んでくれた。しかし彼女は逃亡した凶悪犯を追う最中、待ち伏せしていた別の共犯者に命を奪われたのだ。俺は生きる目標も警察官としての存在意義もなくしたように感じた。だが俺は未だ逃走しているその犯人をこの手でいつか絶対に捕まえる、そう誓ったのだ。そしてその彼女はどことなく美咲と似ていた。そこまでは言えないよな。上着を脱ぐとよろよろとベッドに倒れ込むようにしてそのまま眠ってしまった。懐かしい夢を見たような気がした。俺は無事に潜入捜査を終え、ゴリ山署を去ることになった。美咲と斉藤部長以外には最後まで正体を明かさず、遠く離れた地方の警察署勤務になるのだと他の職員には説明した。身近なメンバーが送別会を開いてくれた。沢村くん、本当にありがとう。パンダ会のこと。斉藤部長は周囲に聞こえないよう俺にこそっと耳打ちした。パンダ会は諸悪の根源だ。それを潰すことができたあの朝、いつぶりかな、俺はようやくゆっくり眠ることができたんだ。沢村くん、君の協力のおかげだよ。いえ、俺は何も。小森さんの活躍と斉藤部長の執念の賜物です。もうしばらく後処理が続くが、それは俺が責任を持って最後まで行うよ。お願いします。じゃあ俺はこれで失礼します。俺は頭を下げ、斉藤部長と固く握手を交わした。程よくみんな酒が回っていて、笑い声が大きくなっている。俺はまだ飲み物が残っているうちに、そっと代金を置いて店を出た。駅前は賑やかで、俺の姿も背景の一つとして消してくれるようだ。置いていかないでよ、もう。わ、びっくりした。やっぱり尾行がうまいですね、美咲さんは。別れの挨拶もさせてくれないなんてひどすぎる。送別会の店からつけてきていたらしい。美咲は頬を膨らませて怒っている。俺はため息をついてポケットからタバコを取り出し火をつけた。ふわっと煙が広がり、タバコの匂いが体にまとわりつく。本当はタバコなんて吸わないくせに。へえ、やっぱり観察力も大したものですね。なんで急にタバコ吸うのよ。俺は何も答えず煙を吐き出した。ほら、またそうやって、いっつもこっちが聞いた質問をはぐらかすんだもん。ムカつく。美咲さんのような優秀な刑事が力になってくれるのは心強いって斉藤さんが言ってましたよ。そう、夏希はどう思った？私のこと。中華料理屋で尾行してきたのが美咲さんで、最初は正直よりによってこんな頼りないバディかよって思いましたよ。威圧感のかけらもないちっこい女性に助けられるとは思ってなかったんで。でも大型バイクは乗りこなすし、情報収集も早い。すばしっこくて小回りが利く。何より熱い正義感を持った尊敬できる警察官です。人は見た目によらないなって思いました。それは夏希のためだし、っていうか警察官は置いといて、人としてどう思ってるのかって聞きたかったのに。もういい、何でもない。美咲はそう言って俺から取り上げたタバコを
灰皿に押し付けた。私と夏希、所属は違うけど、警察官である限り、人の命を守るための仕事だっていう目的は一緒よ。はい。もし、いつかまたどこかで会うことができたら、もっと成長したところを見せてやるんだからね。はい。あ、初めて夏希が笑ってるところ見た。俺たちはそうして、笑顔で手を振って別れた。俺の立場上、きっと二度と会うことはないだろう。それが分かっていたから、美咲の俺に対する気持ちがただの同僚以上であることに気づいて、あえて距離を置いていた。俺はまだ残っているタバコをぐしゃっと握りつぶして歩き出した。数日後、俺は次の潜入先に向かう車の中でパンダ会の事件のことを思い出していた。斉藤部長の目的のためなら、ヤクザの一員としてその懐に飛び込み、何でもやってやるという執念が実を結んだ今回の事件。人生をかけた戦いに幕が下りて、斉藤部長はさぞほっとしていることだろう。諦めないことの大切さを改めて痛感させられた。そして美咲の言っていた、自分たちの仕事は人の命を守ることの言葉がやけに胸に残っていた。俺が警察官になった時、その熱い使命感で動いていたことを思い出した。大切な人をもう誰一人として悲しい事件に巻き込ませない。終えるところまで追ってやろう。執念深く、必ずどんな凶悪犯も捕まえてやる。そして俺自身の過去とも決着をつけられる日が来るように、そう心に決めたのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。貧乏人のお前たちが来ていい場所じゃないんだよ。娘の高校合格祝いに奮発し、高級寿司屋に連れて行った時のことだった。その男の登場で、せっかくのお寿司も祝福ムードも台無しだ。そう思っていると、俺の名前は藤井太郎。俺は工場で働いており、娘の咲と職場のボロアパートで二人暮らしをしている。妻は咲が物心つく前に病気で他界してしまったので、咲は母親の顔も声も覚えていない。太郎、咲のこと頼んだわよ。妻は最後、そう言い残して眠るように天国へと旅立った。当時は妻を失った悲しみと、俺一人で咲を育てていけるのかという不安で押しつぶされそうだったが、その度に咲が元気つけてくれた。しかし心が元気になっても生活は苦しいまま。俺の安月給では家賃などの固定費を払ってしまえば、手元に残るお金はスズメの涙ほど少なく、先の欲しがるものを買ってあげたり、美味しいご飯を食べに外食したりすることは難しかった。最近は納期が迫っていることと、取引先から生産性をもっと上げてくれとの無茶な要望が入り、毎日残業で小学生の先を家で一人ぼっちにしてしまっていた。それでも先は俺が帰宅すると、お仕事お疲れ様と笑顔で出迎えてくれる。貧しい状況に文句を言うどころか、いつも俺を元気づけてくれる咲は本当に自慢の娘であり、もっと頑張ろうと思える原動力になっていた。
そんな明るくて人当たりのいい先にも苦手な人物が存在する。それは近所に住む高橋という男だ。その男のことは俺もあまり好きではなかった。俺たちが住むボロアパートは立地だけはよく都心部にあった。なので周囲には立派な建物が多く立ち並び、住民もそれなりに稼ぎのある人たちが多かった。この格差を目の当たりにすると、やはり咲が気の毒に思えて申し訳なかった。俺と咲は職場と学校に行くタイミングが一緒だったため、いつも同じ時間に家を出る。その時にいつも鉢合わせるのが例の高橋という男なのだ。おはようございます。よく会いますね。あ、私藤井太郎と申します。はじめのうちは会釈程度だったものの、さすがにこれだけ鉢合わせればご近所さんだと思うし、自己紹介くらいはしておかないとなと思い、俺は挨拶がてら自己紹介をした。あ、どうも、高橋です。けれど彼の返事は予想以上に不愛想で、機嫌を損ねてしまったのかと思うほど。そういう人もいるよね、と彼のことを悪く言うようなことはしなかったけど、今日は挨拶をして明日はしないというのもなんだかおかしいと思い、俺は鉢合わせるたびに挨拶をした。しかし挨拶を重ねるたびに彼の態度は悪くなる。しまいには会釈すらもせず、何食わぬ顔でスタスタと通り過ぎていくようになった。それでも俺は挨拶を続けた。理由は、挨拶は人としての基本なのだと、普段から先に言っているから。また、俺も一人の人間で、さすがに無視をされれば機嫌が悪いが、親の背中を見て子供は育つので、俺だけは正しくあり続けなければならないとも思ったからだ。そんなある日の朝、俺がいつものように挨拶をすると、毎回うざいんだよ。話しかけんな貧乏人。ここはお前らのような負け組が住んでいい場所じゃないんだよ。彼はようやく口を開いたかと思えば、これまで溜め込んでいたものをすべて吐き出すかのように、俺たちに向かって暴言を吐き、ぶち切れた。いきなり怒鳴りつけられたものだから、小学生のサキは驚きのあまり泣いてしまった。無理もない。俺ですら一興し、後ずさりしてしまったのだから。大丈夫だよ。怖かったね。俺がサキの目線に合うようしゃがんで背中をさすっているうちに、彼はさっさと言ってしまった。俺は咲を泣かせてしまったことと、貧乏だからという理由で挨拶を無視されていたという事実を知って、とても悔しかった。そして次の日から彼に挨拶をするのをやめた。けれど、嫌でも毎朝のように会ってしまう。彼に挨拶をしなくなると、今度は彼の方が俺たちを意識し始めたかのように、舌打ちや、鋭い視線を向けるようになった。言う通りに話しかけなくても、彼は俺たちに伝わるように見下してくる。俺は人間ってこんなにも冷たい生き物だったっけ、とがっかりしてしまった。それから月日は流れ、咲の高校受験の時期になった。咲は近くにある公立の高校を目指していた。偏差値もそれなりに高く、毎年倍率が高い人気の高校だ。私が勉強頑張ってお父さんを助けるからね。さきはいつもそう言って、遅くまで勉強に励んでいた。その努力も相まって、さきの成績は常に学年トップを争うほどに。まったく誰に似たのやら、俺も死んだ妻も高卒で、
お互い勉強に打ち込んだことなどなかったのにな、と俺はしみじみと思う。こんな父親の娘がこんなにも立派に育ってくれて誇らしかった。誠実で元気なところは完全に母親にだな。先なら絶対大丈夫。必ず受かるよ。勉強を教えてあげられず、塾にも通わせてあげられない俺は、そう言って先を応援することしかできなかった。数ヶ月後。あった！お父さん！私の番号あったよ！ほんとだ！やった！やった！おめでとう！本当によく頑張った！もうお父さん泣きすぎ、見られてるよ。俺は、サキの合格を本人以上に喜んだ。その日はサキの誕生日でもあった。こんな日くらい、父親らしく娘の希望を叶えてあげたい。サキ、今日くらいは美味しいご飯を食べに行こう。どこに行きたい？サキは、と考えてるふりをしていた。戸惑っているのだと、俺はすぐに感じ取り、お寿司、好きだよな。え、いいの？ああ、回らない高級なお寿司を食べに行こう。え、いいよ、そんなところ。私はスーパーのお寿司でいいから。いいんだ。実は、この日のために貯金してたんだ。だから遠慮なんてしなくていい。根負けしたのか、行きたい欲が勝ったのかはわからないが、サキはようやく了承してくれた。スマホで調べて、一番近い高級寿司屋に入った。落ち着いた上品な雰囲気が、高級寿司屋であることを強調しているようだった。いらっしゃい。とカウンター越しの大将が声をかける。そこには、綺麗な着物を着た婦人が座っており、大将と親しげに会話していた。その女性から二席ずれて、俺とサキもカウンターに腰を下ろした。お父さん見て、あの人の着物素敵。私、こんな格好で大丈夫かな？サキは、隣に座る婦人を横目にそう言った。大丈夫だよ、とは言ったものの、俺も自分の格好が明らかにこの店に不釣り合いなのを再認識して、少し恥ずかしくなった。すると、その会話を聞いていたらしい婦人が、そんなこと言っていただけて嬉しいわ。あなたこそ綺麗なお召し物よ。とても似合っているわ。婦人はそう言ってにこりと笑った。婦人のフォローもあって、肩の力が抜けてからは、大将の握るお寿司を堪能しつつ、婦人と大将も交えて、四人で楽しく会話した。こちらはタイになります。今日のお二人にぴったりですね。大将がそう言うと、夫人が何かあったの？と聞いてくる。ええー、実は、この子の合格発表があったんです。それで無事合格したので、奮発して高級寿司でも食べようかってことで。そうだったんですね。それはそれは、おめでとうございます。夫人はそう言って、サキちゃん、私に一皿ご馳走させて、と、大将に、サキの好きなエビの握りをオーダーした。それから大将も、私からもどうぞ、と、上質のマグロを握ってくれた。ありがとうございます。こんなに美味しいお寿司食べたことないです。そう言って、幸せそうにお寿司を食べるサキを見て、サキちゃんはきっと大物になるね、と夫人がつぶやくようにしていった。サキはお寿司に夢中で聞いちゃいなかったが、俺には確かにそう聞こえた。その後も楽しく会話をしながらお寿司を堪能していると、一
人の男性が入店してきた。ちらっとそちらに目をやると、その男性と目が合い、俺は思わず、あっと声を出してしまった。その男性がよく鉢合わせる彼だったからだ。会うたびにお仏でも見るかのような目で俺たちを見下す彼の態度は今も昔も変わっておらず、俺も先も苦手なままだった。まさかこんなところで会うなんて。俺はこんなめでたい日にまで彼に侮辱されるのは嫌だったので、さっと目をそらした。けれどしっかりと俺の顔を捉えた彼は、入店するなり俺たちをめがけて、まるで獲物を見つけた鷹のように近寄ってきた。おいおい、誰かと思えば、ボロアパートに住む貧乏家族じゃないか。彼の声は店中に響き渡るほどだった。幸い、客は俺たちと夫人だけだったのだが、彼の登場で、これまでのいい雰囲気がすべて壊れた。それでも俺は、高橋さん、どうも、と作った笑顔で挨拶をした。思えば数年ぶりに口を聞く。すると、彼は俺たちと夫人を交互に見て、お前らそんな格好でよく来れたな。隣の女性を見てみろよ。っていうか、ここに来られるほどお金持ってたんだな。まあ俺は、X 銀行のエリート社員だから、ここにはよく来るけどな。あ、もしかして借金してここに来たとか？無理もねえな。こんなうまい寿司、お前の稼ぎじゃ食えないもんな。つまり、ここは貧乏人のお前たちが来ていい場所じゃないんだよ。彼はそう言って、あの時よりもひどく蔑んできた。さらに、娘さんもその様子じゃ、彼氏の一人もできたことないだろう。貧乏ったらしい顔してるもんな。俺は自分のことを馬鹿にされるのには耐えられるけど、先を馬鹿にされることは耐え難かった。彼の態度に我慢の限界を迎えようとしていたその時、先ほどまで電話をしていた夫人が、彼の声の大きさに迷惑を被ったかのように、スマホをテーブルに強く置き、立ち上がった。まったく教育がなっていないと、こんなにも常識のない大人になってしまうのですね。決めました。あなたの銀行から50億、出金させていただきます。あ？何言ってんの、おばさん。彼は何も知らない様子で、夫人のことをおばさん呼ばわり。すると次の瞬間、入り口から勢いよくスーツ姿の男性が飛び込んできた。そしてその男性は、ドアも閉めずにすぐさま膝をつき、申し訳ありませんでした！と土下座をした。何のことかと思って彼の方を見ると、この中の誰よりも驚いた表情で、土下座する男性を見つめていた。男性は土下座の姿勢で顔を上げ、うちの社員がご迷惑をおかけしましたと言ったのを聞いて、この男性は彼の上司なのだと分かった。そう、実はこの夫人、立花といって彼の銀行の大口取引先である立花グループという超大企業の社長夫人だったのだ。頭を下げればいいという問題ではないわ。私に対する侮辱よりも、あちらの親子に対する罵詈雑言の方が私は許せない。謝るなら、まずはあちらが先でしょう？そう言われた男性は、俺たちのところへ足早に来て、再び土下座をした。あなたもよ、と夫人に言われ、先ほどまで俺たちを蔑んでいた彼も、男性に倣って土下座した。彼はこの時、この急展開に理解が追いつかなかったが、縮こまった彼を見ると、なんだかせっせした気持ちになった。その後、
彼は銀行をクビになり、家賃を払えなくなったのか、引っ越すことになったらしい。今彼がどうしているかなんて知ったこっちゃないが、きっとろくな人生は歩めないだろう、ということは確信している。後に、夫人から聞いた話なのだが、実は夫人には先見の明があるらしく、名だたる大企業を陰で支えてきたそうだ。経営難に陥るたびに、夫人のアドバイスで見事 V 字回復した企業も多いんだとか。そして、あの時、先に対して言った大物になるという予言も見事に的中させた。先は高校入学後も変わらず誰よりも勉強をし、成績トップのまま卒業。卒業後は名門 T 大学に進学した。残念ながら、俺はこの時も収入が少なかったので、学費を払ってあげることはできず、先は自分で奨学金を借りての進学となった。進学と同時に一人暮らしとなった先は、生活費を稼ぐためにアルバイトを始めた。そこで出会った大企業の女社長と仲良くなり、経営などを教わったそうで、学業の傍ら、起業するまでになったのだ。その会社はどんどん成長していき、先は女子大生社長となり、卒業後は事業をさらに拡大させていった。そしてなんと、俺にマイホームを買ってくれたのだ。話をされた時は、俺は先に何もしてあげられていない。大学進学も、企業もすべて自分の力で掴み取ったのだから、自分のためにお金を使うようにと言ったのだが、私だけの力じゃない。お父さんは、たった一人で私を育てるために、遅くまで働いてくれたり、高級寿司屋に連れて行ってくれた。本当はお金なかったはずなのに、いつも私のことを一番に考えてくれるお父さんがいたから、いつか恩返しがしたいと思って勉強を頑張っていたんだよ。だから、今の私がいるのはお父さんのおかげなの、と言ってくれた。俺は何もしてあげられていないと思っていたが、先に対する愛情だけは注げるだけ注いできたつもりだ。それが伝わっていた。そのことが何よりも嬉しかった。その姿を妻にも見せたかったな。俺たちの娘はこんなにも立派に育ったぞ。俺は空に向かってそう言った。さきは時々遊びに来てくれて、最近来た時に結婚を考えている男性がいると彼氏を連れてきてくれた。さきが選んだ男なら心配はない。俺は精一杯のおもてなしをした。あ、このお寿司。そう、あそこの大将が握ってくれたんだ。俺自身、工場勤務は変わらないので、金持ちになったわけではないが、娘のために、と、この日も奮発をしたのだ。さきのおかげで、俺は今とても幸せに暮らしている。愛情というのは不確かで、伝えていても、相手に伝わらなかったり、伝わっていたとしても、わからなかったりする。それが親子ならなおさらで、親は当たり前に子供に愛情を注ぐが、子供がそれを愛情として受け取ってくれるかはわからない。だって、親が子供のために何かをしてあげることは当然のことだと子供は思っているのだから。大事なのは、失ってから気づくとはよく言ったもので、それが愛情だとわかるのは、大体が大人になってから。その間に、両親が元気でこの世にいるとは限らない。交通事故や病気になる確率は誰しもがゼロじゃない。だから早めに気づいてほしい。そして気づいたらすぐに、ありがとう、と一言でいいから伝えてほしい。恥ずかしいなら、LINE や手紙で伝えてもいい。親は、君たちのたった一言の感謝や行動だけで、満足するのだから。いかがでしたか？
チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたがいるだけで私たちの資金が貧乏臭くなるんだけど。成功し大出世した友人の結婚式に呼ばれた中卒の俺。こんなに高級でかしこまった式に参加するのは初めてで、少し緊張していた。そんな俺に対して、友人の花嫁が罵詈雑言を放つ。低学歴のゴミは、夫と縁切ってね。え、いいの？縁を切れと言ったのはあなただ。何がどうなっても、俺は知らないからな。人を学歴や肩書きなんかで表面的にしか判断できない彼女には、中卒の俺が一体何者なのか、知る由もなかったのだろう。俺は小林雄一。別に名乗るほどでもないしがないピアニストだ。いろいろな人と触れ合うのが好きで、世界中を飛び回っている。その傍ら、ジャズバーやレストランにお邪魔して、得意のピアノを演奏させてもらっている。時にはストリートピアノを弾くこともあった。そうやって小銭を稼ぎ日々暮らしていた。自分でこんなことを言うのはあまり気が進まないのだが、俺は比較的裕福な家庭で育った。今では生業となっているピアノは、その影響で3歳から習わされていたものだ。大人に混じって参加したコンクールでは頻繁に賞をもらっていて、天才だの神童だのと言われていた。今思えば恥ずかしいばかりである。だがそんな生活は俺が小学校の時に崩壊した。父の事業が失敗して没落し、田舎の小さなアパートで暮らすことになったのだ。集合住宅であるため、家でピアノを弾くことは気持ち的にもルール的にも許されなかった。しかし、どうしても諦められなかった俺は、放課後になると学校の音楽室に足しげく通い、そこで練習に打ち込んだ。ある日、俺が一曲弾き終えると、不意に拍手が聞こえた。音のする方を見ると、そこには男子児童が一人。感動したのか、今にも泣きそうな顔でこちらを見ていた。すんげえ、今のって、子犬のワルツだよね、ショパンの。え、うん、そうだよ。すげえすげえ、他には何が弾けんの？これとか。シューマンのトロイメライを弾くと、彼はさらに目を輝かせた。本当にすげえや。いつからピアノやってるの？3歳の時から。最初は無理やりやらされてたんだけど、そのうち好きになっちゃってさ。家でも弾いてるの？ううん、俺の家アパートだからさ、弾けないんだよね。だからここで毎日やってるんだ。そう言うと彼はへえとうなった。俺のピアノに対する情熱に感心したようである。俺、内田トーマ、明日も聴きに来ていい？俺は小林雄一。もちろん、ほぼ毎日弾いてるから暇があったら遊びに来てよ。俺はトーマと固い握手を交わした。この日から一人演奏会に聴衆が来るようになったのであった。しばらく経つと、俺とトーマはもっと親しくなった。彼の父は財務省の官僚をやっているようで、裕福な家の息子だという。トーマは何か楽器やってないの？まあ、バイオリンをちょっとね。すごいじゃん。難しそうだよね、バイオリンって。そう、難しいんだ。だから俺、あんまり得意じゃなくてさ。母さんに、なんで弾けないんだって怒られてばっかりなんだ。少し目線を下げて、トーマは悲しそうにした。でも、しかし、彼の表情は即座に一変。同じ人物とは到底思えないような明るい顔になった。でも俺、雄一のピアノに感動したんだ。ぐいっと俺に顔を近づけ、ものすごい剣幕で言う。俺のピアノで感動してくれたことは心の底から嬉しいのだが、
まさかここまでとは。ねえトーマ、ん？今度さ、一緒に弾こうよ。俺のピアノとトーマのバイオリンでさ。俺がセッションを頼むと、彼の顔はまた少し暗くなった。俺のバイオリンが優一のピアノに見合うようなレベルになってから、ね。そっか。じゃあ中学3年間は一緒に練習しようぜ。ああ。妙に言葉をためたトーマ。その時は何も気にしていなかったのだが、俺はたった数日後にその意味を本人の口から知った。え、受験して遠くの中学に？そうなんだよ。だから一緒に練習できそうにない。ごめんな。そっか。でもトーマにも夢があるんだろうし、仕方ないよ。夢か。実はさ、俺の夢はつい最近、あ、いや、なんでもない。何か言いかけたトーマだが、そこで言葉をやめてしまった。本人の気持ちを尊重して、俺はそれ以上質問することをやめた。代わりに右手の小指を出す。約束。どれだけ遅くなっても絶対一緒に弾こうな。お！トーマも小指を差し出してきた。それらを結び、俺たちは未来のセッションを固く誓った。そうだ、トーマに手紙出すよ。トーマはどうかわからないが、貧乏な俺は携帯電話など持っていないし、家の電話も無駄遣いはできない。だから俺は比較的安価な連絡手段である手紙を出そうと決めた。うん、待ってる。親友とは進路をたがえ、俺は地元の公立中学校に進学した。部活には入らず、放課後はひたすら音楽室でピアノを弾いた。レベルアップして帰ってくるであろうトーマに置いていかれぬよう、この頃の俺は必死になっていた。演奏に対する向上心が燃え盛っていたのだが、そんな俺の内心や外気温とは対極に、中3の夏に起きた出来事は冷め切っていた。父さん。俺と母さんが見守る中、父さんは病院のベッドで診察を受ける。仕事中に倒れたと職場から連絡があり、学校を早退して休校した。呼びかけにはかろうじて反応するが、非常に弱々しい。力が入っているか否かの判断も難しいくらいだ。しばらく入院して様子を見る必要があります。医者からはそのように言われ、不安は大きくなるばかりであった。その気持ちを紛らわそうと、俺はさらにピアノに熱中するようになった。必死に鍵盤を叩き続けた俺は、練習中だったムソルグスキーのハゲ山の一夜をマスター。内心の不安さと曲のホラーな雰囲気とがマッチし、妙に惹かれた楽曲であった。その日は特に夢中で、ここが学校の音楽室だということも忘れ果てていた。さらには一人演奏会に複数の聴衆が来ていたことにすら気づかなかった。すごい！小林くん、ピアノ上手なのね。そこにいたのは同じクラスの女子生徒数名だ。パチパチと手を叩く音が音楽室に響く。ずっと一人のつもりであったため、大げさにリズムに乗ったり妙な動きをしたりしていた。それを恥ずかしく思い、俺はありがとうとそっけない返事をしてしまった。我ながらかっこつけているようにしか思えず、羞恥心はさらに大きくなった。顔に出ていないか不安だ。いつもここで弾いてるの？うん、ほとんど毎日。クラスの輪に入れず、普段は地味に暮らしている俺。放課後に演奏するこの時間だけが癒しのひとときだった。すごい。また明日も聞きに来てもいい？あ、その言葉を聞いて、トーマと初めて会った時のことを思い出した。思い返してみれば、彼との出会いもピアノがきっかけだったな。
白と黒の鍵盤がこんな俺を人と巡り合わせてくれる。もちろんだよ。とてつもなく嬉しくなって、俺は泣きそうになりながら答えた。しかしそこへ、あれ？貧乏人がなんか調子乗ってない？俺の天敵が現れた。クラスメートの中村亜美は俺が貧乏であることを嘲笑う。取り巻きの3人も一緒になって毎日のようにギャーギャーと騒ぎ立てるのだ。ほんと、なんであんたみたいなのがこの学校にいるのよ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるんだけど。ギャーと野蛮な笑い方をする中村。俺のピアノを楽しんでくれていた彼女らはすっかり萎縮してしまっていた。場を悪くしているのはどっちなんだよ。そう思ったが、あいにく言葉に出すほどの度胸は持ち合わせていない。ごめんなさい。言われたい放題で辛くなり、俺は音楽室を出た。制服の袖で涙を拭い、その場から逃げるように走って帰宅した。その日以降も俺は毎日ピアノを弾き続けた。その度に中村たちが水を差してくるのだが、ピアノだけは譲れない。その一心で何度邪魔をされようと、どんなにボロクソ言われようと、懲りもせずに鍵盤を叩き続けたのだ。しかし、俺のピアノは自覚できるほど変わってしまっていた。激しく弾いたせいで息が切れる。全身にじんわりと汗をかいていた。今日もすごかった。うん、ありがとう。聴衆は褒めてくれるのだが、俺はその言葉を素直に受け取れなかった。いつの日からか俺がピアノを弾く理由は好きだからではなくなった。恐ろしい気配に圧縮された心のその歪みを解放する手段となっていた。詰まるところ現実逃避になり下がったのである。これじゃダメだということは理解していた。しかし俺はこの嫌な気持ちを晴らす方法をそれしか知らなかったのだ。またやってるよ。さすがに空気読めなすぎじゃない？俺の気分が落ち込むにつれて中村の暴言も加速していった。そんな日々が続き、俺はついに不登校になった。ピアノを弾きたい。弾くには学校に行くしかない。しかし学校に行けば罵詈雑言。そんな悪夢のトライアングルに隔離された俺をさらなる絶望が襲った。あなた、あなた。冷たくなり布をかぶせられた父さん。母さんはその右腕にしがみついて泣いていた。父さん。不思議と俺は涙を流さなかった。その代わりなのか異様なまでに悔しかった。父さんに演奏を聴いてもらったのは幼少の頃が最後だったからだ。コンクールに出ることなく、ただ学校で弾き続けた俺には父さんにお披露目する機会などなかった。もっと上手くなったんだぞ。あの頃とはレベルが違うんだぞ。そんな言葉ばかり並べたのに、実際に聞かせることはできなかった。それがたまらなく悔しかったのである。父さんがこの世を去った後、残された俺たち親子は母さんの実家に身を寄せることに。中学を卒業してすぐアメリカに立った。母さんの父親、すなわち俺のおじいちゃんはアメリカ人とのハーフで向こうに住んでいるのだ。クォーターである母さんの名前は小林エリーという。おう、おかえり与一。ただいまおじいちゃん。ある夜家に帰るとリビングでおじいちゃんと出くわした。犬を撫でながらテレビを見ていたのだ。今日もあのジャズバーに行っていたのか。そうだよ。アメリカに来て以降、俺は何の教育機関にも通わなかった。近くのバーを巡ってはピアノの演奏を披露していた。もらった投げ銭をその場で使い、なんとか祖父母に依存せずに食いつないでいた。
そして時は流れ、自称ピアニスト小林雄一はアラサーに。今はアメリカから戻り、日本に定住している。なんとなく地元が恋しくなって、昔暮らしていたアパートでまた部屋を借りて一人暮らしをしている。定住しているとは言っても、暇さえあれば世界中を飛び回っていた。行った先々でいろいろな人と出会い、価値観を共有しアップデートする。その度に自分が進化していくような感覚を抱くことができて非常に面白い。それなりに自信がある演奏に関しても、世界を見ているとまだまだだなと感じる。ドイツのストリートピアノで演奏した際には、ひょろっと現れたおじさんが軽くシューベルトの魔王を弾き始め、開いた口が塞がらなかった。フランスの酒場でラヴェルの水の戯れを弾いていた時には、10代に見える女の子が連弾を申し込んできた。ずっと一人で弾いてきた俺にとってはいい経験になるだろう、そう思って快諾したのだが、その少女のすごいこと、初対面の俺に合わせるどころか、むしろリードしてくれた。初めての連弾は恐ろしいほど大成功を収め、会場は大盛り上がりだった。そんな風に世界で揉まれ続け、ピアニストとしてレベルアップしていった。厄介なことも多いが、自分を高みに持っていける自由な生活を俺は気に入っていた。今回はオーストリアに行った。旅を終えて帰国し、空港から重い荷物を持ってなんとかアパートへ帰還した。おお、溜まってるな。郵便受けを見ると、手紙やら何やらが大量に差し込まれている。大家さんに海外旅行に行くと伝えてあるので、余計な心配はいらないだろう。以前伝え忘れたまま海外に行ったことがある。郵便物が溜まりすぎて何かあったのではと考えた近隣住民が警察に通報してしまい、帰国後無事に大家さんから叱られたのであった。さてと、今回はどんな知らせがあるかな。荷物を部屋に運んでから郵便物に目を通す。大半は光熱費の請求書だったり、近くのスーパーのチラシだったりだ。ん？これは？一つだけ、やけに豪華絢爛な封筒があった。ウェディングインビテーション。誰か結婚するのか？封筒の裏を見ると、ローマ字で差出人が書いてある。内田トーマ。アミ、そうか、トーマのやつ結婚するのか。久しぶりに見た親友の名前に俺は少し興奮した。手紙を出そう、そう話していたのに、中3の夏以降全然出さなくなってしまっていた。10年以上経っているが、俺のことを忘れないでいてくれたようだ。封筒から招待状を取り出す。二つ折りになっていて、中には出席の可否などを書く欄があった。もちろん参加させていただきますよっと。ペンを持ってきて、出席に丸をつけ、オンを二重線で消す。上に喜んでを追記。ご欠席も二重線で消し、住所や名前、祝福のメッセージを書いた。23時、返送と電話はさすがに明日だな。二つ折りの招待状を閉じると、トーマと彼の奥さんから直筆メッセージが書かれていた。トーマは小学生の頃から達筆で、力強い書き方は健在なようだ。すぐ下には特徴的な左上がりの文字で同じようにメッセージが書いてあった。二つを読んでと笑い、もう休むことに。時差ボケが少しきつかったが、疲労はそれに容易に打ち勝ったのであった。結婚式当日、指定された場所に到着すると、そこは超がつくほど有名な高級ホテルだった。こんなにも高級でかしこまった式に参加するのは初めてで、俺は少しばかり緊張していた。よう、久しぶりだな、ゆういち。
自分が座るべき場所を探してうろうろしていると、背後から声がかかった。おお、トーマ、結婚おめでとう。ありがとう。来てくれて嬉しいよ。かれこれ15年は顔を合わせていない俺たち。小難しい言葉は並べずに、その再会を固い握手で祝福した。彼の横には花嫁が立っていて、何やら驚いたように俺を見ていた。銀行の頭取になったんだって？ああ、おかげさまでな。すごいじゃないか。ありがとう。そっちは？しばらくアメリカにいたんだろ？ああ、地元の中学を出てすぐにな。それからは特に進学もせず気ままにやってるよ。そっか。互いのことについて話していると、少し離れた場所からトーマを呼ぶ声がした。おっと、悪い。トーマはそちらを見て、右手でじゃあとのジェスチャーをした。誰だかは知らないが、彼は別の知り合いに挨拶をするため小走りで向かった。しかしどうしてか、花嫁はその場に残り、まだ俺を見ていた。小林雄一って、まさかあの小林雄一？音楽室で毎日ピアノ弾いてた？え？ああ、そうだけど。あんた中卒なの？特徴的な伸びのある語尾、俺を嘲笑うその言葉選び、そして招待状にあった亜美という名。まさかとは思っていたが、花嫁の中村亜美は中学生の頃、いつも俺をいびってきたあの中村亜美であった。こちらでも10年以上ぶりの再会を果たすとはな。あんたがいるだけで私たちの式が貧乏臭くなるんだけど。そうかい。それはすまないことをしたな。へえ、悪いとは思うんだ。ま、来ちゃったなら今日は仕方ないけどさ。これ以降は。この時の中村の顔は、俺の記憶に残るそれよりも幾分か邪悪さが増して見えた。低学歴のゴミは夫と縁切ってね。あの頃より大人になったとはいえ、トーマとの絶縁を申し込む言葉にさすがに腹が立った。先ほどのように穏やかではいられず、俺は少し言い返してやった。トーマとは小学生の頃からの親友なんだけど、あなたにその縁を切る権利があるのかい？あるでしょ、妻なんだから。一体全体どういう理屈なのか理解に苦しむと、ちょうどそこへトーマが戻ってきてくれた。悪いなトーマ、銀行に預けてる預金全部下ろすわ。あの口座も解約する。え、なんでだよ、何かの冗談だよな。驚愕するトーマの横で花嫁は口をパクパクさせていた。混乱から俺が何を言っているのかわからなかったのだろう。いや、嫁さんに中卒貧乏は旦那と縁を切れって言われちゃったからさ。は？亜美、どういうことだよ。だってトーマに問われ気が動転したようだ。没落した貧乏人がいると場が悪くなるじゃない。あなたの仕事にだって悪影響でしょ。人目もはばからずヒステリックに叫び続ける彼女。ねえ、どうしてこんな貧乏人を式に呼んだのよ。亜美、言葉が過ぎるぞ。雄一に謝りなさい。いやよ、私は間違ってないもの。すまない、式の邪魔をしたようだね。俺は二人に背を向け会場の出口へと向かった。雄一、待ってくれ雄一。数メートル歩いた俺の腕を掴んで止めたトーマ。話をさせてくれと彼は必死に懇願する。トーマに怒りを感じているわけでもない。俺は彼の背を追って戻ることに。すまない雄一。頭を上げてくれトーマ、こっちこそすまない、感情的になりすぎた。その間も花嫁は腕を組んでそっぽを向いている。亜美、俺の話を聞いてくれ。俺と雄一の出会いのことだ。トーマがそう言うと
彼女は視線だけ向けた。俺がまだ小学生の頃の話だ。15年も前の話をついこの前のことであるかのようにスラスラと話し始めた。親は財務省の官僚ですごく厳しかった。勉強もそうだったが、あれするなこれするなって制限が多かったんだ。おかげでクラスのみんなと共通の話題がなくてな、なかなか馴染めなかった。その逆にバイオリンは半ば強制的にやらされていたらしい。俺のピアノと同じで小学校に入るより前から弾かされていたという。そんな日々が嫌で嫌で仕方がなかった。家に帰ればまた厳しく監視される中で勉強や演奏しなければならない。それから逃げるように俺は放課後無駄に学校内をうろうろするようになった。それはちょうど俺やトーマが小学6年生の頃だという。父さんの授業が失敗し家でピアノができなくなった時期でもある。花嫁はいつの間にか腕組みを解き、トーマの話に耳を傾けていた。そんなある日のことだった。音楽室の前を通った時、中から子犬のワルツが聞こえたのは。それを聞いたトーマは誰が弾いているのかすごく気になったという。小学生はおろか音楽の先生のレベルですらはるかに超えた演奏に聞こえたのだと彼は語った。音楽室に入ると弾いていたのは小学生だった。度肝も抜かれたよ。確かに子供でも演奏しやすい曲なんだが、ただうまいだけじゃなかった。心にガツンってきたんだ。演奏者がピアノを心の底から楽しんでいるんだってことがストレートに伝わってきたんだよ。花嫁の目が少し赤くなっていた。それが雄一、お前と出会った日だ。お前の演奏は折れかけていた俺の心をきれいに直してくれた。トーマは俺の演奏を両親から重圧を受ける日々の数少ない癒し要素として捉えてくれていたようだ。だからその日以降も毎日音楽室へ足を運んだのだという。雄一があんまり楽しそうに演奏するもんだから、バイオリンを弾くのが楽しくなってきてな。あんなに嫌だった日々が一変したんだ。だから彼は中学受験にも前向きになり、見事に合格をつかみ取った。進学を機にトーマと離れたのは少し寂しかったが、俺の演奏がトーマの礎になったのだと知ると誇らしくなった。同時に嬉しくもある。うまいと褒められることはあったが、誰かを救ったことまではなかった気がするからだ。トーマの話を聞いた花嫁中村はその目から涙を流していた。完全に見下していた中卒貧乏人が今の夫を作り上げた基礎だったのだ。それが悔しかったのか、はたまたシャイなのか、俺にはわからない。アミ、君も言っていただろ、中学生の頃苦しかった時に聞こえてきたピアノで心が癒されたって。え？俺はその話に驚いて目を見開きながら中村を見た。見ないで。彼女は顔をあからめ恥ずかしそうにしている。その似た経験を共有できたからこそ俺たちは仲良くなったんじゃないか。世界を飛び回り、俺は各地でいろいろな偶然を見てきた。しかしここまで奇跡的な巡り合わせはなかなか珍しい。まさか知らない間にキューピッドになっていたとはな。雄一？罰が悪そうにしていた俺にトーマが疑問を抱いた。そうか、彼はまだ知らないのか。実はな、トーマ。なんだ？俺も会場に来て驚いたんだが、お前の奥さん、俺の中学の同級生なんだ。え？トーマが驚くのも無理はない。驚愕の事実に俺たち三人はただ
笑うことしかできなかった。ひとしきり笑い終えた後、中村が俺に頭を下げた。式のためにセットしたであろう髪が地面に向かって垂れる。ごめんなさい。私、何も知らずにひどいこと言っちゃったよね。あ、ちょっと、アミ。トーマは彼女に感心しているが、俺にとっては緊急事態だ。結婚式場でメインヒロインである花嫁に頭を下げさせたゲストがいるらしいと妙な噂になったら大変だ。それだけじゃない。中学の時のことも謝らせて。小林が学校に来なくなって私後悔したの。卒業した後どうしても謝りたくて家に行ったんだけど、もう引っ越した後で。わかった、とりあえず頭を上げてくれ。再び俺の方に向いた中村、涙で化粧が崩れてしまっていた。一足先にお色直しが必要そうである。言い訳になっちゃうけど、私の家すごい厳しくてさ。話を聞くと、どうやら彼女の家もかなり厳格だったようだ。それでストレスがたまり、俺に強く当たっていたのだという。さっきの暴言も学歴しか頭にない両親から刷り込まれた価値観のためであるという。実際彼女は立派な大学を出て一流企業に勤めているそうだ。だから本当にごめんなさい。また俺に頭を下げる中村。もう昔のことはいいからさ、俺の親友をトーマを幸せにしてやってよ。二人から謝罪を受け、俺は何に腹を立てたのかも一瞬忘れるほど毒気が抜かれてしまった。そこへ式のプランナーがやってきた。もう時間だという。今度は俺が中村に謝り、化粧を直してくるように促した。それとトーマ、例の件任せてくれ。あ、頼むよ。親友に向けて親指を立て、俺は席に着いた。結婚式は順調に進み、真のお色直しも終わって余興の時間となった。親族一同が立派な日本舞踊を披露した。それが終われば、今度は俺が例の件を遂行する番だ。薄暗い裏方に案内され、進んだ先には一台のピアノが置いてあった。では次の余興に参ります。新郎トーマ様の親友にして天才ピアニスト小林雄一様の演奏でございます。大げさな紹介が終わると、俺にスポットライトが当たった。曲はリストの愛の夢。いつか誰かの結婚式で弾こうと思っていた曲だ。初披露がまさか大親友であるトーマの結婚式になるとは思わなかった。コンクールやジャズバー、ストリートでの演奏とは一味も二味も違う緊張感があった。体感的には一瞬で一曲目が終わった。10秒ほどの間を置いて、俺はまた鍵盤に手を置いた。それと同時にトーマが席を立つ。プランナーと俺たち二人しか知らない計画だ。一同が何事だと目を見張る中、新郎は机の下に隠してあったバイオリンを構えた。アイコンタクトでタイミングを合わせ、2曲目エルガーの愛の挨拶を弾き始めた。指を動かしながら俺の脳裏にはこれまでの旅がフラッシュバックしていた。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア。挙げればキリがないほどの記憶たちだ。ひょろっと現れたおじさん、見知らぬ少女。多くの人と二重奏をしてきた俺でも、今日は心の底から震えた。トーマとの二重奏は記憶の中のどれよりも素晴らしい。音は寸分たがわずピタリと合い、互いの抑揚を生かす
バイオリンの音からは演奏を楽しんでいるのがひしひしと伝わってきた。弾きながら目頭が熱くなる。花嫁含む聴衆は皆涙していた。ああ、なんて完璧な演奏だろう。15年来の口約束。ピアニスト小林雄一とバイオリニスト内田斗真の二重奏が今ここに実現したのである。最後の一音とその余韻が消えると会場内には拍手が響いた。やがてそれが収まり、斗真がマイクを手に取った。私と雄一くんは小学校からの親友です。当時から二人とも楽器をやっていました。しかし私は天才ピアニスト小林雄一に見合う演奏者ではなかった。二重奏を頼まれたこともありましたが、私では釣り合わないと思い、今の今まで保留してきたのです。当時の斗真はバイオリンを楽しんでいなかった。対して俺はピアノをずっと好きで弾いていた。そこにギャップを感じていたのだろう。その二重奏が今日この場で達成できたこと、とても嬉しく思います。会場は再び拍手喝采に包まれた。本当はここで話は終わりだったのですが、彼小林雄一の紹介をさせてください。勢いに任せ予定になかった話を始める斗真。彼は小林雄一、私の大親友でございます。先ほども言いましたが、彼は天才ピアニストです。 YouTube では演奏の様子を投稿しており、登録者100万人を超える大物なのです。皆様、この機会にぜひ彼の YouTube をご覧ください。斗真から説明があったように、俺の YouTube チャンネルはありがたいことに多くの方が見てくれている。単発の演奏動画や海外での演奏の様子も上げている。さらに補足すると、最近は作曲も手掛けており、数多くの依頼をいただいている。中には世界中で大流行したものもある。大変に下世話な話だが、斗真の銀行で作った口座には約80億もの預金がある。かといって贅沢な暮らしをするわけでもなく、悠々自適に生活している。これからもいろいろな国を飛んで回る予定だ。彼に大きな拍手をお願いします。斗真が促したことで、会場の拍手と視線がすべて俺に向いた。飛んで喜んだりはせず、俺はただピアニストらしく優雅に一礼したのであった。中学3年生の夏前くらいから、俺の机や下駄箱に匿名の手紙が投函され始めた。内容は至ってシンプルで、ヤンキーたちが俺を狙っているから気をつけろ、カツアゲやさらにひどい行為に警戒しろ、特徴的な左上がりの文字で書かれた誰かさんからの密告書であった。中村亜美が音楽室に来るようになったのはちょうどその頃からだ。当時から不思議に思っていたことがある。毎日のように俺をいびっていた彼女だが、演奏の途中で割り込んできたことはただの一度もなかった。必ず一曲弾き終わって聴衆たちと共に余韻を楽しみ、終わった後にやってきていたのだ。どうやら彼女は演奏を聴いてくれた上で、俺をさっさと帰宅させようとしていたようだ。だとするならば、手紙の主も彼女だろうと考えられる。思い返してみれば、字の書き方が結婚式の招待状のそれと瓜二つだ。その真偽を確かめようと何度か中村に連絡した。しかし彼女は頑なに知らないふりをした。あまりしつこく聞いてもよくないだろうと考え、そのことは心にしまって密かな感謝にとどめたのであった。結婚式も終わり、次々と解散していく。
親たちが挨拶をしている間、暇になった子供たちが俺の元へやってきた。ピアノすごかった。おお、ありがとう。ねえ、あれ弾いてよ。詳しく聞くと、あれというのは某鬼打ちアニメの主題歌のことみたいだ。サビだけだが弾いてやると大喜び。それを皮切りに次々とリクエストが飛んできた。偽装家族のアニメだったり、呪物のアニメだったりの曲も弾くと、もう大騒ぎだ。やがてそれも落ち着き、新郎新婦が俺のもとへ。ゆいち、今日は本当にありがとう。こっちこそありがとう。ところでなんだが、口座解約って話は本当か？トーマがそう言うと、中村、いや、内田亜美は申し訳なさそうに俺を見た。いや、まさか、するわけないだろ。感情的になって適当なことを言って悪かった。そうか、よかった。トーマは安心した顔で言った。そうだ、その金のことなんだけどさ。ああ。俺はその80億を使って音楽教室を作りたいと思ってるんだ。教室といっても養成するんじゃない。音楽に関わる機会を作りたい。誰も経済的な理由で諦めないように支援したいんだ。俺が夢を語ると二人は賛同してくれた。どうやら俺の音楽に対する考えに共感してくれたようで、設立や運営まで手伝ってくれるみたいだ。式から数日が経つと、トーマから連絡が来た。この前はありがとう。今日分かったんだが、アミが妊娠しているようなんだ。それであの時、情緒不安定だったのかもしれない。どうか許してやってくれ。次の旅行の準備をしながら、俺は返信した。おめでとう。大親友が父親とは感慨深いよ。あのことは気にしてないし大丈夫だ。それよりも今日上がる動画はぜひチェックしてほしい。その日の夜、俺のチャンネルには大切な友人たちへというタイトルの動画が上がった。結婚式でも演奏した愛の夢と愛の挨拶のメドレーだ。あの時の感動を色褪せさせないための美貌も兼ねている。本当はトーマとの二重奏をあげようと思ったのだが、俺の中で伝説と化したあの演奏は心にしまっておきたくなった。人の本質は学歴などの肩書きや表面的な言葉だけでは判断できない。俺は中卒で学歴はないが、それなりに成功した人間だと自負している。内田亜美もそうだ。中学生の頃の俺に対する言動だけを見れば、確かにとんでもない人物だ。しかし匿名の手紙を出したり、俺がヤンキーの被害に遭う前に帰宅させようとしたり、やり方が不器用なだけで本当は心優しい人物なのだ。俺が大切なことに気づけたのは、世界でたくさんの人と触れ合ったからだった。お世辞にも教育が優れているとは言えない国もある。だからといってその国の人がみんな嫌なやつだということはない。本質はもっと奥底にある。何を信じ、何を考えているのか、それこそが大切なんだ。俺は自分の本質をピアノの演奏で表現していこうと思う。いつの日にか、それが誰かの救いになることを祈って。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。